ティルチラーパッギは、南インドのタミル・ナード州にある都市で、現在は、ティルチラーパッギ県の県庁所在地。現地では、ティルチラーパッギの発音が近いようである。略してティルチ、または、トリッチーと呼ばれることが多く、イギリス統治下では、トリチノポリと呼ばれていた。カーベイリ川沿いに発達した都市で、タミル・ナード州のほぼ真ん中に位置する。都市の名称であるティルチラーパッは、タミル語であり、 ティル、チラー、パッリの三つの部分に分けられる。ティルは、吉祥なるという人名あるいは地名に対する説当児である。チラーは、ジャイナ教の修行者であった人物の名前である。パッリとは、ジャイナ教寺院という一般名詞である。したがって、ティルチラーパッリとは、吉祥なる、チラーの寺院という意味である。あるいは、ティルチラーとは、シュリーランガナータンがなまった語形であり。 ティルチラーパッリとは、吉祥なる、ランガナータンの寺院という意味であるとする遺説がある。ムハンマド・アリー・ハーン・ティルチラーパッリの歴史は古く、6世紀に、パンラバ町のマヘン・ドラバルマン一世がこの地を支配下に置いたのを、はじめ、12世紀に、チョーラ町、同世紀末にはパ、パーンディア朝サの支配下に置かれた。1310年に、 ハルジーの武将マリクカーフールが占領し、その後はマドライスルターンアサの支配下に置かれたが、1370年代にはビジャヤナガル王国のクマーラカンパナが征服した。その後、この地はマドライナーヤカアサの支配下に置かれ、しばしばその首都となり、1736年にカルナータカ大主の一族チャンダーサーヒブによって占領された。その後、 第二次カーナティック戦争においては、マイソール王国とカルナータカ大使がこの地の支配権をめぐり争った。1795年、ムハンマド・アリー・ハーンがマドラスで死亡した際、その遺体はティルチラー・パリへと埋葬された。1801年、イギリスはカーナティック条約でこの地を獲得し、1947年までその同地下に置かれた。ありがとうございます。